鬼縛りは、人長下下人長下属の常緑小低木。有毒植物。別名、夏坊主。高さは1から1.5メートルになる。枝はよく分子し、お灰茶色で全体が無毛。葉は五星し、半角質で柔らかく、形は長大円型で、長さ5から13センチメートル、幅1から3センチメートル、両端は、長栄形になる。葉のは、全で、 7から9体ある、側脈が不規則に分子し破局する。傭兵は、ほとんどない。7から8月頃に落葉し、8から9月に、枝端から新しい葉と翌春の花のつぼみが生える。私有一種。花器は2から4月、花は炭鉱緑色で、溶液に、束製状に2から10個つける。花弁に見えるのは、学列編で、学頭は、長さ5から9ミリメートルになり、 先が4列し、長さ2.5から5.5ミリメートルの列片は、開けでする。メカブの花の方が、やや小さい。小花柄は、花子、枝に、いぼ状に残る。湯水は8個で、湯水上列は、学頭から少し出る。脂肪は、無柄で、楕円型になり、下中は、ごく短く、中等は円盤型になる。柿は子から7月。 計8ミリメートルほどの楕円形の果実をつける。果実は、液化で赤く熟し、辛く有毒。中国、朝鮮半島、日本に分布する。日本では、福島県伊勢の本州、四国、九州に分布し、落葉樹林内に生育する。樹皮が強靭で、枝を折ってもちぎれないことから、この木の樹皮で鬼を縛っても切れないだろうという意味で、鬼縛りといい。 また、夏に一時落葉することから、夏坊主という、ありがとうございます。